なるほどおさん、それで。結局、どうなっちゃってるんですか？私、なんだか、混乱しちゃって。え、それは、その、ちょっと、整理してみよう。被害者は、正しき道を捜査官、21日の午後5時過ぎに、視察。殺害現場は、検事局の地下駐車場、および、警察局の保管室、と。何ですか、および、って。警察局と検事局、車で30分は離れてますけど、同じ人が2人いるんじゃないかな？それを、これから調べるんだよ。調べてわかるもんなら、いやきっと死体を移動させたとかそんな感じだろ。よーし、頑張るぞ。やる気なのは嬉しいけど、調査の役には立たないよな。それはどうかな？なるほどおさん。え？ちょっと、これから付き合ってもらえますか？このメガネが伊達じゃないこと、見せる時が来ましたね。さあ、行きましょう。いざ、科学の道を。なんかちょいちょい心の声を読まれているような。私、警察局の事件は、どうでもいいんです。だって、被害者の死体が見つかったの、ここですからね。警察局で殺害されたのも、正しき道をなんだけど。私、信じられないんです。あの、お姉ちゃんが。うん、何の話？その、ドラム缶。中は、空だったのだろうか。首席検事様が倒したドラム缶。水が入っていたよ。あ、ドラム缶を蹴っ飛ばしたことが信じられないってこと？お姉ちゃんが、現場の痕跡を消そうとするなんて。そっちね、なんだ考えても、好きなんだな、ともえさん。そういうのじゃありません。また呼んだ？心の声。ただ、同じ、プロ、として、その、信頼してるんです。高校生が何か言ってるぞ。でも、結婚があったにせよ、なかったにせよ。ドラム缶の水で、すべては消えた。今さら、もう。私の科学を舐めたら体に毒ですよ。なるほどおさん。なんだよ、その不敵な笑いは。そんな時こそ、これの出番です。ルミノール試薬。ルミノール試薬？結婚って、ちょっと洗ったぐらいじゃ、消えないんですよ。目には見えなくても、ね。でも、そんな検査ならやってるんじゃないかな、警察も。大事なのは、自分の目で確かめることです。ささ、とにかく、やってみてくださいよ。私がやるのかよ。だって、私ほら、未成年だし。関係ない。じゃ、ほら、このメガネ、かける。え、そのメガネ、もう一本あったの？なるほど、3D メガネみたいなもんか。全然違いますよ。お、早速あったな、結婚。やっぱり、死体のそばみたいですね。へぇ、残ってるもんなんだな、洗い流しても。メガネ越しに、青白い光が浮かび上がってきた。もしかして、これが、結婚、なの？どうした？なんか、生々しいよ。おい、なんで声が震えてるんだよ。実は、実際に見るの、私も初めてなんです。頼りない科学捜査官君だな。とにかく、確かにこれは、結婚、ですけど、何か、気になりませんか？ある種、科学的に。気になること、科学的に考えてみよう。いや、科学的にって何？まあ、そうだな、結婚の量が少ないような、犯人と正しき捜査官は、ここで格闘したわけだよね。その割には、結婚の量が少なすぎるような気がするな。私もそう思います。だって、被害者の靴底にはこんなに血がついているのに。確かに。不自然だ。ここで格闘があったのなら、血の足跡がなければおかしい。私。結婚を見つけたら、こうして常年図に書き込んでいきますね。ほう、それは便利だな。でしょ、私だって役に立てるんですよ。ね、なかなかやるでしょ、私。確かに。便利だね、ものすごく。お小遣い貯めて買ったんですからね、これ。高校生のお小遣いってこんなの買うもんなの？そしてなんか自慢された。警察は、すべてのデータを提示してくるとは限りません。都合の悪い証拠は、黙ってることがあるんです。その、隠された証拠を、自分たちで暴き出す。ね、やってやる、って気になるでしょ。気になるところがあったら使ってみよう、こいつ。誰ですか？その薬、刺身弁当にも反応するのかしらね。お嬢さん、刺身の結婚に、反応？信じられるのは、自分の目、気に入ったよ、あんた。なんか気に入られちゃいました。刺身弁当。気に入られた、この刺身弁当、お経のおごりですわ。すみませんけど、その紹介じゃ食べられません。冗談ですよ冗談、私は食べますよ。もぐもぐ、食ってんじゃないよ。やってくれましたわね、今日は。すみません、でも。わかっておりますわ、悪いのは、こっち。お嬢さん。私が事件を目撃したのは、あの守衛室のガラス越しでしたわ。でも、それを言ったら、証言が薄味になってしまう。どうしても、こいつ醤油を足したかった。ごめん遊ばせ。被害じゃないですか、嘘をつく、なんて。まあ、でもそういう理由があったわけなんですね。怒った？怒っちゃいました？いいかい、お嬢ちゃん。忘れてないだろうね。目撃した場所は違っても、お経ははっきり、見たのさ。光月首席検事の、殺人の瞬間を、この証言はまだ、生きている。捜査官として、叱ってもいい。あの女は、正しきを刺したのさ。人形とかじゃなかったです。それか、もう死体だったとか。この写真。その、意味、お確認した方がいいな。ここで殺人が起こったにしては、結婚が少なすぎるんですよ。お嬢さん、刑事、だったんですね。こんな美人な刑事さんがいるなんてなぁ。2年前まで、懐かしい話ね。こわもての容疑者の方々も、一度、私の前に出たら、もうそりゃメロメロですよね。子供みたいにゲロしたもんさね。ゲロ。自白、のこと。みんな、洗いざらい喋り散らかしたものですわ。何しろ。
こう見えて私、天女にもなれますのよ。そうみたいですね。彼らの、バッチリ話をズルズル引きずり出すうちに、いつしか、こう呼ばれていましたわ。もしかして、ゲロまみれのお経、やっぱり、お経さんは、真実の芳しい香りを身にまとっている、と。確か、解雇、クビ、になった、とか、原因は何だったんですか？私、捜査官の転職と心得ておりましたわ。おそらく、そこの済ました検事さんたちに、解雇通知を受けなければ、今も、何か、やらかしたんですか？あの事件のせい、さ、SL95 事件。SL、もっと詳しく聞けないか？やっぱり絡んでくるような、SL95 事件。今回の事件、SL95 事件が根本にあるような気がしますね。これ見せれば詳しく話聞けないか？考えてみれば、写真は、守衛室からでも撮ることができた。でも、さすがの私も、ほんの少し、浮き足立ちましたの。だから、とっさに、現場に向かったわけですね。犯行を止めるために、金網まで乗り越えて。その時撮ったのが、この写真。つまり、事件発生から5分ほど経った、あと。その、5分が、問題だった。証言の、隙になるからねー。でも、本当のことを証言するべきでした。私はねえ、お嬢ちゃん。もう、二度と、自分の証言が、なかったこと、にされたくなかっただけ、なのさ。あの事件の時のように。あの事件？ SL95 事件のことだろうな。SL95 事件。このナイフに。そして、メモ。正しきはねえ。あの事件の捜査担当の責任者、刑事部長だったよ。そうだったんですか。このナイフは、あの事件の証拠品。凶器、だった。まさに、正しきが殺された日に、申し送りされる予定だった。申し送りされると、処分される。やっぱり、あの事件はまだ、終わっちゃいないのさ。SL95 事件。もっと、詳しい情報をいただけませんか？犯人は、申し送りにされる前に、また事件を起こしてなかったことにされたくなかった？思い知らされましたわね。私たちは、所詮、捨て駒に過ぎない。捨て駒。2年前のことでしたわ、あれは。大きな事件だった。どんな事件だったんですか？私たちは、決定的な証拠をつかもうと、必死でしたわ。解決、しなかったんですか？いいえ。きれいさっぱり解決しましたわ。犯人は逮捕され、処刑された。処刑。結果には、問題はない。犯人は当然の報いを受けたのさ。ただ、問題は、決定的な証拠は、なかった。でも、犯人が処刑されたということは、作られた、証拠品。それって、まさか、捏造、ですか？その犯人は本当に犯人だったんですか？事件が片付いて、数ヶ月後。捜査に関わっていた刑事は全員、何らかの理由で、整理された。ある者は、巡査格下げされ、ある者は、免職になったり。それが、お嬢さん、ですか？あなたたちがよく、ご存知の殿方もいらしてよ。もしかして、誰だ？三つ麦さんとかですか？んなわけないだろ。そう、大門京介捜査官。おっと、今は、署内保安課の巡査さんだっけねー。大門さん、格下げされたのか。私たちは刑事として、あの事件を必死に捜査した。そう、だったんですね。特に、京介の執念はすごかったねー。そして、事件が終わって、あいつは巡査に格下げされた。でも、あいつは、今も忘れていない。そして、この私も、SL95 事件、ですか。あの事件には、裏があった。私たちは、それを追っている。上層部の連中に、それを止めることはできないのさ。もしかしてそのお弁当は、私が、この呪われた検事局に弁当を売りに来る理由は、一つ、捜査に力を貸してくれる、昔の男たちに会うためさ。お嬢さんの、彼、か。事件に関わる捜査官たちが消え、証拠品が現れた。無関係、じゃありませんよね、絶対。坊や。なんですか。どうやら、この事件、本気で調べるつもりのようだね。今回の事件に、関係してそうですから、これを持ってお行きなさいな。ステーキ弁当、ですか？こっちも美味しそう。餌に釣られて、協力してくれる男がいるだろうさ。大門さんの、元気と減らず口のもと。お嬢さんと、大門さんは、その、付き合ってらっしゃるんですか？どうして、そんなことを？大門さん、どうしちゃったのかな、って。昔、お姉ちゃんと組んで捜査していた頃は、優しくて。あの二人、とても仲が良くて、羨ましかったんです。それに、私のことも可愛がってくれたのに。大門さんが捜査官だった頃の話かな。それなのに今になってなんか冷たいんです。付き合ってるんですか？京介と私は協力して調査をしているだけ。過去に決着をつけるために、それ以上のことはわからないね。そうですか。ありがとうございます。大門京介か。それにしても、SL95 事件、きな臭い感じがプンプンだな。作られた証拠品によって、その犯人は処刑された。なんなら、その犯人も警察にでっち上げられたんじゃないでしょうか。いや、どこに行くか迷いすぎですよ。だってどこ行っていいかわかんないじゃん。
昨日より、さらに慌ただしい気がするね。刑事さんたち、目にも止まらぬスピードで走り回ってますよ。警察局内で捜査官が殺害されたんだ。無理もないな。こっちの現場、証拠保管室でしたよね、確か。受付でもらったパンフレットによると。あ、こっちですよ。遊園地に行った子供みたいだな。ちょっと、覗いてみましょうよ、殺人現場。そんな、ちょっと、覗かせてくれるかな、殺人現場。まあまあ、行ってみなきゃわからないですって。なんだ、この、極めて趣味性の強い空間は。パンフレットによると、保管室前警備室、ですけど。じゃあ、あのドアの向こうが証拠保管室、殺人現場か。そういうことになりますね。どうしたの？横のサボテンくんの存在感に圧倒されて、考えがまとまりません。やれやれ。そもそも、警備室なのに、どうして警備の人がいないんだ？警備の人、大体、想像はつきますね。ザイモンさん、だろうな。証拠保管室には、鍵がかかってる。後でまた来るか。相変わらず、ピリピリした空気が漂っているな。くださーい。あれ、この声。ステーキ弁当一つ、ください。あれ、あんたたち。糸の子刑事。話は後っす。刑事の鼻を舐めちゃダメっす。とりあえず、弁当ランドのステーキ弁当を。あの、これ、ですか？売り物じゃないんですけど。っていうか、鼻良すぎるでしょ。動物ですか？ゴリラですか？ガクリリという音が聞こえてきそうだぞ。いや、落ち込むのは後っす。犯人が逮捕された今、必要なのは、証拠っす。は、犯人。どういうことですか？警察局の証拠保管室で起きた事件のことは、聞いてるっすね。そういえば、犯人捕まえたって。検事局の駐車場で捜査官が刺殺された、同じ日に、警察局でも、捜査官が殺害されたというのですか？それで、犯人は、目星はついたのだろうか？まあね、容疑者はさ、逮捕したのよ、さっき。そういえば、犯人誰かまだ知らないですね。もう、警察局をひっくり返す大スキャンダルっす。糸の子刑事、それで、一体、犯人は。とにかく、ステーキ弁当が食えないと知った今、ここでおしゃべりしてても、腹が減るだけっす。いや、犯人が誰か教えてください。あ、ちょっと、待ってください。詳しく知りたければ留置所に行ってみるっす。取り調べが一段落して、独房ですすり泣いてるはずっす。じゃ。留置所に行けば、会えるのか、犯人。証拠保管室の方へ、走って行っちゃいました。どうやら、ものすごい勢いで事件が動き出したみたいだね。私たちも入れてくれないかな、証拠保管室。まあ、私たちは先にその捕まった犯人の話でも聞きに行ってみましょうよ。どうやって行くの？留置所。留置所は一旦事務所を経由していかないとダメです。めんどくさ。でも、私、ほんの少しだけ安心しちゃいました。だって、正しき刑事さんを刺した犯人、捕まったんでしょ？まあ、そうなのかな。議論するのはやめておこう。こんがらがるばかりだ。なに、うるさいんだけど、ハウリング？なんですか今の。だから、本館はあの、加害者というのはどうかとその。むしろ、本館はこの、被害者というべきであるとその。この声は、聞き覚えがあるぞ、やっぱりか。どうも、こんにちは、であります。あなたは、確か、挨拶してる場合ですか。すみません、三剣剣士って人、いらっしゃるでありますか。本館、警察局長のお使いで本館、報告書を持ってきたであります。へぇ、おまわりさん、留置所の監視だったんですか。いえ、本館、あれであります。子羊のような巡査でありまして。あ、わかった、今日は、こっちに報告書を届けに来たんですね。あかねちゃん。いや、その本館、あの、なんというかこの、本館その。まさか、まあ、わかってたけど、もしかして、あなたが、正しき道を捜査官を。は。いや、そんなわけなさそうなんだが。犯人の腹ばい巡査でありますからしてー。いや、絶対はめられてるってこれ。これは、予想外の展開だな。確かに、脇役感がプンプンでしたからね。失礼だよ。本館、本来は、総務課の巡査でありますからしてー。聞こえてますから、普通にお願いします。あの日、たまたま用があって証拠保管室へ行ったところ、保管室前の警備室が、空っぽだったのであります。つまり、いつもは、保管室は警備員が見張っているんですね。何分証拠保管室は、証拠を保管しているでありますから。保管課の巡査。ザイモン巡査が、警備を担当しているであります。ザイモン、やっぱりか。それで、本館、ふと警備室のモニターを見たら、保管室にその、いわゆる不審者が、そう、不審者を見たであります。不審者。あいてて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 。何やってんだ、この人。それで、どうなったんですか？その後は、本館。ガーッとこう、頭が真っ白になっちまって、ふと気がついたら、今日、こうして留置所に。長すぎるだろ、真っ白の時間が。あの、ところで、その手、どうなさったんですか？は、本館、包帯を巻いてくれる人もいないので、自分なりにこう、ぐるぐるとこれ、巻いてみたのであります。手に包帯といえば、これも、同じなのか、ともえさんと一緒だな、なんでそんなとこまで一緒なんだ。どこまでも、同時ですね。警察局と、検事局の事件。とにかく、聞かせてください、その手の怪我について。でもまずは、被害者について、あの、失礼ですけど、犯人、なんですよね。正しき道を捜査官を、証拠保管室で殺害した。本館を。
そんな悲しい目で見つめないでほしいであります。人を、あえて被害者と加害者にくくるとすれば、差し詰め本館などは、かなり、被害者の方に。いやいや、こうして、捕まってるわけじゃないですか。は、まあ、確かに、まあ、本館あれなんでありますけれども。被害者の正しき捜査官とは、知り合いだったんですか？その、人を相手他人と、赤の他人にくくるとすれば、差し詰め本館などは、真っ赤寄りでありまして。つまり、知らなかったわけですか？本館、日の当たらない部署で働いているでありますからして、捜査官の方に、知り合いなどいないのでありますからして。じゃあ、なぜ、知らない人を刺しちゃったんですか？だから本館、殺すつもりなんてなかったであります。というか本館、殺したつもりもないのでありますからして。やれやれ、混乱しているみたいだな。それか、本当に殺してないんじゃ？その、って、やっぱり、事件があった時に？まあそのこれ本館。実は、そうでありまして。ダメじゃないですか、ちゃんと、自首しなくちゃ。だって、本館、でも、だって、仕方なかったであります。仕方なかった？実は本館、あれであります本館からして、捜査官殿にナイフを向けられて、わーってなっちゃって、気がついたら、気絶していたのであります。気絶？そして、本館、同僚の巡査に叩き起こされたでありますが、保管室には、誰もいなかった。本館、なんと一人ぼっち、正しき捜査官殿は、消えたのでありますからして。と気がつけば、手から毒口がこれ本館、寂しかったであります。本館、実にこれ。被害者の死体が、消えた？やっぱり、運ばれたのか？うん。微妙な話ですね。しかも、この人の話し方で内容がなかなか入ってこないんだが、あなたが刺したのは、この人ですかね？やっぱり。あの、これ、見ていただけますか？どうです？この人ですか？あ、それ。それであります。それ、本館、それでありますからして。何ですか？今、この瞬間まで、本館の頭、真っ白でありました。しかし、すべて本館、ここに今本館、思い出したのであります。思い出した。って、事件のこと、ですか？そうです。いわゆる本館、そいつのせいで、こんな目に。この、ID カード、ですか？そうであります。実に、そうなのであります。ある種、そう言わざるを得ないのでありますからして。詳しく、聞いてみた方が良さそうだな。いや、全然頭に入ってこない。こいつのせいって、どういうことでしょうか？思い出したこと、聞かせていただけますか？本館。何分総務課の、迷える子羊のような巡査でありますから。は。保管室にいた正しき捜査官殿は、存じ上げなかったであります。だから、不審者だと思い込んだわけですか？保管室に入った本館は、ID カードの提示を求めたであります。なんだ、やるべきこと、きちんとやってるじゃないですか。そうなんであります。本館、それが言いたかったであります。それで、ID の提示を求められた正しき捜査官は、どうしました？なんと、いきなり、本館にナイフを向けたであります。え？本館、もう、何が何だかわからなくなって、姿勢を上げて、飛びかかっていっちゃったであります。正しき捜査官が、ナイフを向けてきた？やられる前に、やれ。腹ばいけの家訓でありますからして。それから、どうなりました？それから、本館、頭が真っ白になって、気がついたら、ここに。やれやれ、やったかどうかわからないじゃないか。その正しきさんも怪しくないです？結局、腹ばいさん、どうして逮捕されたんですか？どういうこと？あかねちゃん。ちょっと、情報を整理してみましょうよ。助かるわ、ほとんど内容わかってなかったから。腹ばいさん、正しきさんの顔知らなかったんですよ。そして、現場であった、被害者は、ID を提示してくれなかった。つまり、それが、本物、だったかどうか、わからない。本物なら、ID を見せられたはずです。それに、死体が証拠保管室から消えたってことは、そもそも、本当に死んだのかどうかもわからないはずです。そう、それ、本館、それを言いたかったであります。っていうか、それに近いことを言ってみたであります。え、でも、結果的に、ここにいるわけですよね。本館、言われちゃったであります。なんでも、あの日、あの時間。正しき捜査官殿が証拠保管室に入ったのは、間違いないとか。でも、あなたの記憶は、はっきりしないんでしょ？でも、はっきり、映っていたでありますからね。え、映っていた？防犯カメラであります。本館の憎むべき犯行が、すべて、録画されていたであります。あ、そうなんだ。あ、それはもう、お疲れ様でした。あ、犯人捕まってよかったですね。これでお姉さんも無実だね。それを先に言ってください。は、本館、あれ、面目ないでありますからして。やれやれ。とにかく、現場を調べないとな。犯行が映っちゃってるって、もう逃げられないじゃないですか。まあ、でもこの人、本当にやってると思う？まあ、思わないですね。あれ、なるほどさん、課長さんの席。あれは、監督局長、苦手なんだよな、あの人。ほんと、これだけだよね、課長ちゃんさ。見落としがあるとね、とんでもないことになるから。は、多分おそらく、もう完璧であります。机の引き出しもロッカーもゴミ箱もカバンもポケットも帽子の裏も、座布団の裏もパソコンの裏も湯飲みの中も調べたであります。そ、じゃ、もし何か出たらさ、すぐにね、連絡くれるかな。はははは、もう一度、調べてみるです。課長さん、みっともなく舞い上がってるな。あれ、なるほどちゃん、どうよ、最近、泳いでる？ははは、監督局長殿、ご苦労様です。なんでなるほどさんが、敬礼してるんですか？どうです？今から泳ぎに行きます？ペコペコじゃないですか？あの、大丈夫ですか？三つ剣のやつ。ああ、三つ剣ちゃん、今ね、あれ、検事局の左門会。左門会って、不吉な響きですね。
彼もほら、いろいろあったから、年末からこっち、いろいろ、ね。もしかして、あの、両端子の事件ですか？ま、三つ麦ちゃん自身が被告人っていうのもシャレにならないけど、なるほどちゃんが有罪にした人、いたでしょ？あ、いましたね、カルマ検事。まあ、あれは自業自得なんで。40年間無敗を誇った、検事局の生きる伝説、あれが、捏造ってことにされちゃったでしょ？君にさ。いやいや、別に、私が悪いわけでは。とにかく、今、あちらさん大変なのよ、検事局ね、信頼を回復するためなら、なんだってやっちゃうよ、左門会次第では、危ないね、三つ麦ちゃん。そんな。あんたがはめたような感じもしましたけどね。いやー、さすがに困っちゃうね、同時でしょ？向こうさんと。検事局か。でも、そんなの、科学的にありえないじゃないですか。でも、今のところさ、そう言ってるわけ、証拠がね、正しきちゃんは、二つの場所で同時に刺された、って。その、証拠というのは？お、ちょっとそれは、勘弁してよ、なるほどちゃん。その辺、微妙でさ、悪いけど、言えないの。まあ、そうかもしれないな。僕ね、隠し事みたいなの、嫌いなわけ、これ、本当に。だから、課長ちゃんにも厳しく言ってあるんだけどさ。あ、そういえば、いじめてましたね、課長さんのこと。あ、やだなぁ、あれ、見てたの？あはは。課長さん、何を頼まれたんだろう。ちょっと、こっそり聞いてみましょうよ。そうだな、聞いてみるか。それにしても、今回の証拘品も捏造とかじゃないでしょうね。ガンと鉄橋、殺されますよ、なるほどさん。やれやれ、みっともないとこ、見られちゃった。あの、何を頼まれたんですか？局長さんに。いやね、そこにほら、被害者の正しき君の席があるんだけど、手がかりになりそうな遺留品を、全部提出しろ。で、ゴミ箱のゴミまで、全部持っていっちゃったよ。じゃあ、もう正しきさんの遺品、ここにはないんですね。もちろん。残ったのは、こいつだけだよ。残しちゃダメじゃないですか。だってこれ、書類の書き損ないだから、遺失物届け、途中までしか記入されてないしね。遺失物、何か、なくしたんだ、正しきさん。書類の日付は、2月21日、か。一応、記録しておこう。正しきさんがなくしたの、ID カードなんじゃないのか？ありえますね。とにかく、なんとかして、現場を調べないとな。それにしても、局長自らなんか必死な感じがしますね。確かに。あの、ところで、お願いがあるんですけど。あ、なに？珍しいね。なるほどちゃん、お願いなんて。証拠保管室の、調査をさせてもらえませんか？え？やっぱダメだった？そうですよね。なんかすごく必死そうですもんね。すみませんでした。あのさ、なるほどちゃん。あ、すみませんでした。結構であります。僕さ、そんなね、ケチな男じゃないわけ。え？誰に頼まれても、5000円までなら貸すし、全然問題ないよ。好きに調べてくれていいから。言ってみるもんですねー。じゃ、そこのお嬢ちゃん、これ、貸してあげるから。あ、それ、刑事さんの ID カードですか？お客さん用の特別だから、なくさないでね。はい、光栄であります。腹ばいに侵食されてきている。ま、とにかく、頑張ってよ。じゃ、またね。意外とあっさり、承諾してくれたな。隠したいのかなんなのか。へへ、胸につけちゃった。本物ですよ。嬉しそうだね、ものすごく。本館が入れてあげますからして、証拠保管室。変な影響を受けているみたいだな。